とりあえずリスナーさん、うん、あれひょっとしてシャロンストーンさんですか。見てください見てくださいって言ったっけ。見ないで見ないで誰見ないで。シャロンストーンさん、マネージャー、マネージャーなのかな、マネージャーなのかな。みんな有料会員なんだって。有料会員それは見てるかじゃな。なんかエージェント的な人がいるわ。有料会員なの。有料には確かに確かに確かに。じゃあ OK ですね。あでも見えてるのは黒だけだし、黒がなんかモゾモゾモゾしてるだけだから。またシャカリキちゃんの会員になっていただければ見えるっていう。あ、そうなんだ。あのハリウッド女優モノマネが。いやもうそうですよ。そうですよ。今度のイベントに来たら。今沢さんだ。テン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 。なんなんなんそれなんだ。今沢さんの何？今沢さんのなんだろうそれ。俺が知ってる今沢さんはキルビルの人なんだけど、なんか売ってるわ。なんだろう今沢さんの。あ面白い。それこれもうイベントに来ていただければ。イベントに行ったらハリウッド女優。めちゃめちゃ楽しみだ。マジで。なんでも、じゃあ今日はあんまりこれ以上は言わないでいいよ。なんでもやりますので、作家のさんいっぱい用意しておいて、ハリウッド女優の名前パネル出したら全部テテテテテテってなる。なるだ。ボール投げてね。そうです。三番に当たりました。そこ。誰誰ですみたいな。ネグライアストラックアウト形式。今いっぺんに見ちゃってましたね。今2人でやんないとね。そしたら2人で行くよ。2人でやってくれるんだ。皆さん来てくれる。マジか。ウーピーゴールドバーグやってくれるんだ。マジか。ゴールやってくれるよ。ウーピーゴールドバーグ何だそれ。何それ。材木を運んでいるウーピーゴールドバーグだ。あったっけそんなシーン。ドンキーコング3だよ。ドンキーコング3。ウーピーゴールドバーグ主演。やりますよ。もう何でもやりますよ。本当にもうやれって言われたら何でもやるの。めちゃめちゃ面白いじゃん。ちょっと本当に本当に見に行きたいわ。本当に見に行こうと思う。これなら2人だけでできます。いやいや、もちろん松田理沙耶ちゃんもやるんだよね。松田さん、松田理沙耶ちゃんやるわけじゃない。ハリウッド上位じゃない。松田理沙耶って言ったんじゃないの今。なんかわかんない。誰から言われた。誰かが何か言ったから反応だけはしないとって思ってんだ。もちろんですよ。すげえ、アイムってまだそうじゃん。すげえな。俺の知ってるアイムじゃなくなったのかなと思ったけど、まだアイム魂あんじゃん。超久しぶりに聞きましたねそのイジ。アイムじゃん。そうだ、忘れてた、私アイムだわ。そうだよ。おじさん一番さ、おじさんがその20年ぐらい前にこの業界に潜り込んできた時はそのアイムの人とばっかり仲良くなって、まあみんなやめちゃったけど。それはね、置いといて。別の話ですから。影山くんが一番まだその若手だった時代に。あ、ボロボロの服着てボロボロの車乗って、ボロボロの飲み屋で飲んでた時代だよ。すげえな。よくその人は社会生活遅れてますね。そうなんですね。全ボロじゃん。そのアイムでございます。すごいよ、ボンちゃん。忘れてたな。行ったれ行ったれ。振られたら分かんなくても立ち上がるのがアイム魂なんだ。いや、かっこよかった。何でもやります。帝京高校みたいな。アイム魂。本当だね。タカさんの言うところ。CM だ。CM 流されたらダメですね、アイム魂って。アイム魂求む。アイムは君の魂を待っているっていう CM。誰が待ってるんだ。何が待ってるか分かんないですけど、分かんないけど、それはもうイベントではもう存分に出しますので。いや最高だ。来るしかないよね、10月9日ね。こんな面白いやったら生で見るっきゃないよね。だって俺もうここで今めちゃめちゃだって言ったらやってくれるんだから、いっぱい言いたい名前がいっぱい欲しいんだけど、もったいない。もうこれはお金を払ってイベント見に行った人が見るべきだと思って、もう抑えてんだから。本当ですか。ありがとうございます。でも蓋開けてみたらレパートリー足組み替えと銃しかないかもしれない。それでもそれでも高田の中でそうなんだったら仕方がないよね。そうなんです。お前も組み替えるんだ足。どんなオードリーヘップバーンが銃持ってたんだろうな。マリリンモンロ、マリリンモンロ、それマリリンモンロ。下から風来てるやつでしょ。あとお前は誰だ。お前は誰
てんだ。そうだよお前、地下鉄の風でスカートめくってるやつを撃とうとしてるやつだよ。どういう状況だ。狙っちゃうよ。ねえバグだよそのゲーム。その登場人物が同時にいるの。何共存しないでしょ。さすが北九州だね。やめろ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 。めっちゃ力気してるよ。めっちゃ力気してるよ。そうなんですよ。どういう意味どういう意味。何これで札が来るっていう流れで。だー札だー。世の中はいつも変わってゆくからね。楽屋っぽいとこれだよ。これが楽屋だよ。リテラシーダウン。これが楽屋。リテラシーダウン楽しさアップ。これが楽屋。あ勉強になりました。これは。だから第3弾もういけるよ。完璧だね。まねして。世情流れ始めて。世情流して、白で動くって言って。あそうか。で、CM 挟んで、会議だ。会議です。会議しよう。今回のことはね。30分。止まらない。止まらない。止まらない。行き過ぎだよ。あおやばいやばい。始まっちゃう。本物の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 私松浦悟の父でございます。父出てきちゃった。本物の金八先生ですよ。ドラマ金八先生の本物。金八先生ドラマ金八先生の本物。私たちが目指すべきはここだよ。俺たちは夕張メロンになるから。そうか俺20年やってきてその金八先生の部分で目指されると思ってなかったから。あ、そう。私たち初だよ。でも見たんだもんね、金八先生ちゃんとね。見たんだもんね。お、国美かしげんじゃない。うん、29だろもう。国美をかしげん。29ちゃいわかんない。金八わかんない。29歳はリアルタイムで金八見てない。どれどのシリーズかは。めちゃめちゃ極戦。何見てたの？極戦だったね。めちゃめちゃ極ヤンクミだ。ヤンクミだったね。そう、ノーモアくらいだったよ。そうそうそう、お前らだよ。お前らだ。そうだ。お前らだよ。お前らからのノーモアくらいだ。ノーモアくらいだね。二つ結びを取るよ。そうだ。お前ら俺の生徒だから。ヤンクミも言ってたんだ。ヤンクミも言ってた。お前ら俺のお前らのお前ら俺の俺たちのお前の俺たちの俺のお前俺たちのおの生徒だ。生徒だ。これだよこれ。金髪だよ。松潤相手に同じ髪型してたの金髪。やっぱすごいね。やっぱすごいですねって。やっぱすごいわ。本場は。本場はすごいわ。これがこんな広がらないですもんやっぱり。ここまで。お前たちは俺たちの俺のみたいな3種類4種類しか組み替え方法ないのに噛み続けられるんだもん。つまずき続けてるうっちゃんが転び続けてるみたいな。後ろでアゼンになる人も用意しないとダメだね。後ろのねあれ日中の不良ね。金髪を見てる人のビンタを2回された時の後ろでやってるやつね。これ写真撮ってパネル置きたいぐらいですよ。ピシャって撮ってバババババってね。そうだね。後ろのね席に置いていただきたい。特に事務所入ってないから大丈夫だと思う。おかしいな。事務所入ってるような気がする。派遣事務所派遣事務所派遣事務所。じゃあ俺もそうだ。そうですよね。